見習わなきゃダメだね、もっともっとエンジン全開で後楽園まであと1週間もっともっと練習してもっともっと強くなって絶対にこの結果を覆す。ああ強かったですね、強かった、本当に斉藤亜希選手強い。ああやっぱりセウットも俺ももちろんそう、やっと谷口と含めてこれからファンキーと行くぞっていう時に斉藤亜希選手、やっぱり向こうって背負うもあるからそれは強いよ。でも勝ったな俺、そしてコロケ、これ安心してんだよ、お前どう勝ってかなって。おいおいおい、なんだよ、おい、ああ次の後楽園だよ、お前手負いは怖いぞ、気をつけろよ、おいおい、え何が本気だ、おいお前、本気できるのかよ、ああ負けたら本気だぞ、負けたらそんくらいの格好あるよ、ああどうしようだけじゃねえんだぞ、どっちのチームに入って、おお、心の底から本気なんだぞ。俺たちはな、お前奇世界に見ようじゃねえんだよ、ああもちろん俺は約束だから次負けたらファンキーになってやるよ、その代わりだぞ、あ負けたらこれだぞ、あ楽しいもこれだぞ、それはちょっときついな、あそれがお前約束だろうよ、お前そのぐらい覚悟を持ってこいよ、それお前潰してやるからな、やってやるよ、チームで行くぞ、ほらあレッツファンキーだ、うちのファンキーが今日は休みだから、あ、もうファンキーになってんじゃないか、違うよ、あいつのファンキーは違う意味のファンキーだ、ミラーの髪型、あんな髪型できるやつが世の中いるか、そういった面でのファンキーだよ、心は反省しないと思うんだ、いいか確保しとけよ、コラケン、コラケンでファンキーだぞ、今回の僕の結果は出ませんでした、まあ、結果は出ないんだったけど、宮城の負けも決して無駄じゃないんで、あいつが残した早田への腕のダメージ僕はしっかり見てたし、だいぶ効いてる、あいつはいける、俺たちは絶対いける、あと1週間ある、今回結果出れんかったけどタイトルマッチ絶対これ覆します。以上です。前回藤田対塩崎さんは無観客だったんですよね、お客さんの拍手がない中で30分にらみ合いましたけども、今日はお客さんいますからね、じりとちょっと前へ、しかし藤田和之はご覧のように体勢を崩しません、おっとくれた、怖い、剣王が先に仕掛けてきました、それに藤田すぐに体が反応しています、ロックアップになりました、これはまさにストロングスタイル、がっちりロックアップです、がっちりいったらこれは藤田でしょ、いや組み合いになれば藤田か、藤田が押していった、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、さあ剣王最強を目指してあえてこの最強藤田和之を指名しました、おー入った、おー剣王も張り返す、剣王は負けてない、剣王気が強い、あしかし藤田がテイクダウンさせてバックに回ります、青がスプラッシュ、しかし跳ね返された、おっと2王のスーカースプラッシュ、ここにやるんじゃないですか、藤田和之が、あーっと覇王二王一網打尽、おかしげ何やりたいのか分からない、あーラリアット、きついきつい、カウンターのラリアット、あーっと危ないぞ、なめんじゃねえぞおめえ、おいおい俺はお前、おいこのベルトをかけてな、おい凄まじく強いやつとやってんだおめえ、おいなめんじゃねえぞ一体じゃん、おい負けたやつは負けたやつだ、おめえ負けたやつは入れ、おめえ負けたやつ入れ、おい教えろな、おい21日おいてめえ、お前名前変えろ、今までだ負けたら名前変えろよ、お前だよ、名前変えろよ、お前みんなじゃなあ、お前にはかけようなんか何にもねえんだ、お前ふざけんじゃねえぞ、答えねえだから、おいやめんなよ、おめえ、おいあんなな、おいこいつ俺に、おい俺が負けるわけねえだろ、おい小峠にはこれがあるキルスイッチ、これだけは食らわないと言っていたでしょうかが、おっとバックスライド逆さ押さえ込み、この返し技も考えていたか、なんだ
ロープを押し込んでいった。小峠がローリングして、あーとキルスイッチ直角に突き刺した。小峠いった。小峠キルスイッチで吉岡からベルトを奪い取りました。ただ一歩原田選手が、原田が持ってたんだから、原田が小峠の腰にベルトを巻く、原田が持ってたんだから、これをね、そうですね、原田が吉岡に取られて、そして取り返していったのが小峠。いや、これは嬉しいですね、小峠と原田。いや、耐えたね、耐えたっす、うん、やっぱ、うん、攻撃力はやっぱ圧倒的に、スピードもキレも違うし、あのなんやろ、テコンドの蹴り、もう最後の方とか多分全部飛んじゃってるから、でもまあやっぱこうやってチームメイトがセコンドから激飛ばしてくれるし、なんかなんとか戻ってくれたって感じですね、ほんまにチームで、うん、取らせてもらったって感じですね。はい、何度も追い込まれたところを返してきましたけれども、何が自分を支えましたか。まあずっと会見から言ってますけど、まあ意地とガッツ、あの学生とかの下積みとかそういうもん俺ないんで、もうひたすら我慢のプロレス、もうそれしかできないんで、まあその意地とガッツにこうやって劇がね混ざったんで、うん、力がね2倍、8倍ぐらい出たっすね。でやっぱフルスロットに負けたくないっていうね、そこの意地は、うん、ありますんで。チームとしてはそうですね、だからいい意味で俺パス出せるよな、はい、うん、この2人も次早田と小川からベルト取って、うん、俺たちがジュニア引っ張っていくから、作り上げていくから、うん、期待しとってください。まあもう本当ノアジュニア今参戦してる選手、もう全員実力者なんで、チャレンジャーとか俺も選べるそんな立場じゃないんで、もう来るボム、来るやつ拒まずに、ああ全員と、ああ勝つっていうか、うん、お客さんに対して熱いもん見せていきたいですね。来週、より一層気合が入りますし、それと宮城でジュニアタッグ取って続きます。どうせ小峠さんが耐えて耐えて繋いでくれたバトンを絶対止めないように、絶対ベルト取ります。 GHC をかけた場所にいない自分が悔しいと塩崎は語りました。もどかしさと悔しさをかみしめ、男はリングへ向かいます。涙に暮れた武道館の夜、しかしどんな逆境に立たされようと逃げずに立ち向かう、諦めずに立ち上がる、それがノアの先輩たちから教わってきたことだから。さあまたあの場所へ、よみがえれアイアムノア、塩崎豪です。まあそれは、ね、まあ、あっちにタッグのチャンピオンがいようが、あ赤い髪の毛がいようが、サングラスかけた金髪がいようが、俺たち4人が組めば、まあ、こんなもんだと思うし、ね、まあ、途中なんかピンチのことがあったって、最後の最後、俺たちは確かなものっていうのを持ってるから、それさっきも、もう絶対多いですよ、ね。なんかね、本当に組んで、あんまり組むの珍しいんだけどね、なんか全然組んでないって感じがしなくて、スムーズにタッチワークも、技の連携もいくんでね、まあ、やっぱこれはノアでみんな何十年もやってきたっていうのが、そうですね、まあこの4人で組めばノアは間違いない、間違いない強さ、そして明るさ、輝きを持っていると今日思いましたし、まあ、今日この4人で組んだことで自分にとっても踏ん切りがつく、やめんの、またやめんのか、いや、あの、じゃあやめないよ、おい、まあ、丸さん、杉浦さん
俺と待ってる間すげえ頑張ってたんで、まあ、今の状態なら彼がね、まあ、ちょっとの間休んでも大事だと思うし、これをネガティブじゃなくてこうやって明るくポジティブに彼をこういう風にね休ませてあげれるような今のノアの状況っていうのが俺も本当に素晴らしいと思うし、ね、まあ、俺も杉谷さんも、小太郎も、はい、まあ心配なくゆっくり休んでください。まあこれだけ今フリーですけど、まあ、ノアでやってきたのは間違いなかったし、それはね、外で俺が証明してきたつもりだし、でもノアイズムとかしっかりやってもらうと思うので、まあ日々はこちらの3人にドキッとしておいてもらって、このラジオを任せてもらえればなと思います。半年ぐらいでというまあでもさ、お医者さんが言うことってのはお医者さんが言うことだからさ、ね、もしかしたらそれより早いかもしれないし遅いかもしれないし、そこは本当に無理しないで、ただね、しっかり直して、そうそう、さっき中途半端だとね、また繰り返してそういうことになるんで、しっかり直して心配いらないんで、そうそう、まあ、塩崎ファンは引き続き彼がいなくてもノアの会場に来て応援してくれれば一緒に嬉しいね。そうですね、はい。プロレスとはゴールのないマラソンのようなもの、かつて武藤はそう言いました。彼の夢に終わりはない。今日も武藤は終わりなきゴールへと向かいます。初防衛戦、武藤圭司、忘れもしない武道館の夜、大一番で見せた58歳のフランケンシュタイナー、我々はもがく天才の輝きを見ました。清宮よ、お前はまだ小さな障害、お前はまだ真のチャンピオンというものを知らない。息を呑むがいい、武藤圭司という男の魔力に、不滅の天才、神の領域へ、武藤圭司。どうだ、ダレシケフランケンシュタイナー。清宮が、おっと、一発吠えてダッシュしていく。おー、なんだ、おっと、ウルトラタイガードロップ、ないことです、ね、はい、持ち上げた、おっと、垂直落下、最大級のタイガー、いったか、決まった、タイガースープレックス、あー、返された、決まらない、すごい。さあ、ここからシャリミザド、おっとブロックしましたが、あー、しかし左の腕、身構えたシャイニングウィザード、ブロックしましたが、またそのブロックの上から打ち抜いた、あっと、うわ、腕ドロップキック。さあ、とにかく試合の中で変化してくるシャイニングウィザード。さあ、もうダメです、武藤がちょっと小躍りしています、完全に乗ってきた、シャイニングウィザード、おー、ミサイルキック。さあ、シャイニングウィザード、ダメか、あー、タップした。32.7秒、勝者武藤圭司。 GHC の輝き、プロレスラブ武藤圭司。武藤の背中、まさきサミアだ。嘘でしょ、サミア、お前が行くのか、さあ頼むぞサミア。武藤の前に獄門旗が立ちはだかる。さあ、獄門旗、俺の大和魂受けてみろ。しかし武藤は素通り、武藤は素通りして去っていく。ああ、そうはさせない。ああ、なんと斉藤スープレックス。ひどい、俺は黙っていない、俺は黙って見ていないぞ。刑事に任してたらよ、 GHC が後戻りするだけだ。今現在のプロレスリングの戦いを決して、俺が GSC を巻いて今現在のノアの GSC に戻してやるよ。今年はまさきタミヤの逆襲の年だ、よく覚えておけこの野郎。やってるうちにね、思い出したよ、この体育館熱くてね、ね、うん、なかなか息が上がる体育館で、やってるうちに、あ、そうだったなと思い出してね、うん、今日は前半なかなか清宮苦戦しましたよ。ただ、なんていうのかな、
いい、なんとなくレスリングというか、その昔のアメリカのクラシックなスタイル、清宮なんて本当生まれてないはずなのにね、いいレスリングをしてたっていうか、うん、やっててまあまあ楽しかったですよ、うん、なんか気持ちがいい気持ちになれたというか、うん、もしかしたらね、清宮にもあと数回やったらもう勝てなくなるだろうななんて思いながら、うん、ただ負けないけどね、うんうん、てっぺんにいるとさ、下界が見えなくてさ、曇っててさ、誰がどうなんてものなんかわからないんだよ。ちょっとマスさんに似て、マスさん、俺で言うマスさんってミスター斉藤ね、うん、似て、うん、これもまた、なんていうの、レスリングでなんかちょっと昔を思い出させるようなちょっと風貌でさ、うんうんまあ、若ければ片っ端やってやってもいいかなって思うんだけどね、ちょっと本当はもう少しベルトを巻きながらこのチャンピオンであるこの余韻というかね、もう少しゆったりとしてこの防衛戦とかへ臨みたいんだけど、なんかのは休む暇も与えてくれないっていうか、これじゃ年取る時間も与えてもらえないからさ、うんまあいいじゃないか、うんうん、有酸素プロレス嫌いだなって有酸素プロレスやっちゃったよ、まあまあまあ、バレてたからしょうがない、うん、あこれもしかしたら今清宮も苦しいんだろうななんて思いながら、うん、我慢比べやな、うんうんまあ、ただ体力あっちの方がはるからな、うん、試合前はその清宮選手前やった時と比べて何か成長がなければそれを楽しみにしていると思うんですよ、何か感じるものがありました。いやもう勤勉になんかプロレスを学んでるような感じはしますよ。ただまあこの仕留める敵を仕留めるという部分でまあこんなもんね一日でポンって生まれてどうとかってどれだけ反復練習もしなきゃいけないだろうし、どれだけ実戦で試さなきゃねきっとうんダメな中で。そういう部分がね、もう少しなんかこう来たら絶対仕留めるというね、うん、ものがあれば、うん、俺もやっぱり前も言ったけど清宮見てるとね、ちょうど息子と同い年でね、息子はプロレスの道来てないけどね、仮想息子じゃねえけどね、なんかそういう部分で、うん、親父は息子には負けてたまんないんだからさ、うんうん、負けたら威厳がなくなるわけであって、いい流れのちょっとこのアメリカンスタイル昔のこう、うん、雰囲気でなんかやってて懐かしさもあるし楽しかった。 あいつ本来知らないよそんな昔のスタイルだけど楽しかったですよやっててね、こちらお願いします。